ソフトベンダータケル。ソフトベンダータケル。ソフトベンダータケルは、1986年に、日本のブラザー工業の安友雄一が中心となって、開発した、世界初のパソコンソフトの自動販売機。媒体は、フロッピーディスク。1997年まで稼働していた。1985年に、テスト機15台でスタートし、 1986年4月21日に本サービス開始。主にパソコンショップ屋内に置かれ、最盛期には全国に約300台が設置された。初代はソフトベンダーホダカと表記され、サービス開始前のテスト機は SV-2000 と呼ばれていた。1986年に2代目の SV-2100 が導入され16ビットパソコンに対応。3代目は ニュータケルという名称の SV-2300 が1991年春から夏にかけて導入。筐体の色は、初代が白色の筐体に、青色の線と筐体の上部、右側は灰色の塗装、2代目が赤色と灰色の塗り分けで、モニターの下に黄色のロゴ、3代目は灰色と黄色の塗り分けである。本体内には、 パッケージに収められた何も記録されていない各種ブランクメディア、記憶媒体が蓄えられている。利用者は画面の指示に従って購入ソフトウェアを選択、指定金額を支払うとブランクメディアが出てきて、これをフロッピーディスクドライブやロムライタ等の書き込み装置にセットしてソフトウェアを書き込ませ、フロッピーディスクケースやプリントアウトされたマニュアルと共にソフトウェアを入手する。 CD-ROM ドライブを内蔵し、ここから読み出したデータを各種メディアに書き込んだほか、コンピュータネットワーク、VAN 回線、インテックエーステロネットトリピー ISDN 回線、経由でソフトウェアをダウンロードして取り寄せることができた。なおサービス開始当初は、CD-ROM ドライブが一般に利用されておらず、コンシューマーゲームなども含め CD-ROM ドライブの利用が始まったの、 二年後の1988年に PC エンジンに CD ロムが発売されたのが最初である。稼働を開始した当時はまだ8ビットも3やなど8ビットパソコン前世の時代であり、パッケージソフトウェア販売がパソコンゲームを含むソフトウェア全般の販売経路の主流だった。その頃にいち早く自動販売機という形でオンライン販売を開始したタケルは、 パソコン通信ですら、趣味人、マニアの特殊な行為だった時代に、全く新しい流通形態を築こうとした先駆的、業態である。ちなみに、タケルのソフトウェア配信サーバーと通信カラオケ、ジョイスウンド JS-1 シリーズ初代ジョイスウンドの楽曲データ配信サーバーは当時は同一のシステムで稼働しており、昼はタケルを主体、 夜は、ジョイス運動を主体に稼働していたため、システム稼働率を高く保つことができた。しかし、ジョイス運動稼働以前から、タケル向けの収支は、ソフトウェア販売による収むよりも、通信経費の方が高くついており、時には1000万円を売り上げるため1 4 0 0万円の通信費がかかるなど、ビジネスモデルとしては失敗だったという。サービスの運営は、当初ブラザー工業タケル事務局が行い、 自動販売機のほか郵便での通信販売も行っていたが、1994年5月21日にジョイス運動を運営している子会社のエクシング通信システム事業部に業務移管され、1997年2月に全サービス終了。タケルで培われた技術は、ジョイス運動など通信カラオケサービスや証明書自動、発行機の開発に発展していった。 2016年11月26日には、ブラザー工業により公式の30周年、記念イベントが開催された。FM タウンズ FM-7FM77、AV ダイナブック、東芝マッキントッシュ MSXX1PC-88、無機 ESR 以降 PC-98、エプソン、PC シリーズ対応 Windows 3.195、95 X68000 のソフトと各社ワープロのテンプレートクリップアートを販売していた。初期には FM-7X1 のカセットテープメディアの販売も行っていた。また末期には CD r o m 写真集、パッケージソフトの通信販売も行っていた。説明書、領収書は内蔵プリンターで印刷されて出てくるがドットインパクトプリンターであり、 数ページ分のマニュアルでは少々印字に時間がかかった。3代目のニュータケルでは、レーザープリンターになった、印刷時間は1ページあたり15秒。加えて、メディア書き込みも、多少待たなければならなかった、書き込み時間は3.5インチに d d の場合、約70秒。マニュアルが10ページを超える場合は別層となるため、タケルクラブ会員以外は、印刷された引き換え券を、郵送で、 タケル事務局に送る必要があった。フロッピーディスクケースは5インチ3.5インチフロッピーディスク共用で、紙製の緑青黄色プラスチック製の緑、黒色と変遷した。後期には有無を選べるようになり、その後廃止された。筐体には、タッチパネル方式 CRT ディスプレイが、主なユーザーインターフェースとして組み込まれ、5インチ3.5インチフロッピーディスクドライブ、 MSX 用、ロムカートリッジ差し込み口、初代、二代目のみ、説明書印刷用、プリンター、フロッピーディスク、フロッピーディスクケース、取り出し口が内蔵されている。内部には、データキャッシュ用のハードディスクドライブ、二代目までは20メガバイト、メニュー画面データ格納用の CD-ROM ドライブが内蔵されている。自動販売機としての金銭識別機や、 媒体のストックも蓄えられていた。試作機では PC-9800 シリーズで制御していたことから CPU は2代目まではインテル8086互換の V30、μ PD7116 を3代目はインテル 8386SX を OS に DRDOS を用いていた。内蔵された CD o m やキャッシュ内に データのないソフトウェアは VAN 回線2代目まで ISDN 回線3代目のみでダウンロードしフロッピーディスクや専用のロムカートリッジに書き込みで販売することにより店頭に在庫を置かなくても販売できるという点が画期的だった。また当時はパッケージ販売が主流で通信回線を使ったソフトウェアのダウンロード販売自体が珍しった。ただ ダウンロード中は、ユーザーは画面を眺めながら待つしかなく、回線状況によっては、数十分程度待たされることも多かった。その間は、他の利用者も前の客を待つしかなく、回転率という面ではやや難があったと言えよう。販売ソフトはすでにパッケージ販売された商品の、電化版、復刻版が中心だったが、タケルでしか買えない、オリジナル作品や、自社開発のパッケージソフト、 郵送となるもあった。後期には、導入ソフトの取扱いを開始し、最盛期を過ぎて、ソフトウェアの流通が少なくなった MSX ユーザーには、ソフトウェア購入の最後の取り出とも呼ばれていた。1991年に、タケルクラブと呼ばれる、会員組織を導入。入会金500円、年会費500円。前回の購入履歴、住所、 氏名が記録された時期カードが発行された。会員特典として、マニュアルが別荘となるソフトを購入する際に、住所、氏名の入力が不要、会員価格で購入できる、会員紙、タケルワールド、タケル、プレスを、会員向けに編集したものが毎月送られてくる、購入時に、クーポンが付き、後に廃止それを欲しいソフトの金額分集めると、購入できる等があった。会員は、 約3万人、1991年10月現在、特に着年層が多く、10代が58%、20代が33%、合計91%を占めていた。おうちでタケルとは、タケルで購入できるソフトウェアの一覧を検索、閲覧できるソフトウェアである。タケル上で、 PC-9801 や X68000 向けに900円程度で販売されたほか、1995年頃に発売されたマイコンベーシックマガジン、テックウィンなどのパソコン雑誌のフロック CD ロ m などに、Windows 3.1版が収録された。プログラム作成は iMagic。タケルの画面を忠実に再現しており、操作もほとんど同じなので、 タケル自体の操作を学ぶこともできた。また、タケルと同様に、当時の売り上げランキングなどの情報も閲覧可能。その再現度は、ソフトウェアの詳細情報画面に購入ボタンが存在するほどである。ただし、おうちでタケルから実際にソフトを購入することはできなかった。ダイスクとは、MSX 用ソフトをタケルと同じ感覚で購入できるようにした、同人ハード。 MSX 電友ランド2001のほか、MSX マガジン祭りでも公開された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。